戸塚か警部シリーズ新大特急ゆうずるの女新大特急ゆうずるの女は西村京太郎の推理小説1988年に不走者から観光された南青山でイタリアンレストランを経営しカメラが趣味で函館の近くにあるしげる返事出身の荒井治が消え行く青函連絡船の写真を撮ろうと思い立ち上野駅で 青森業の寝台特急、ゆうずるの切符を買おうとしたことから始まる。この列車には、通常の寝台の他には、値段の高い二人用の個室寝台しかなく、一人用の個室を希望していた荒井は途方に暮れる。そこへ声をかけてきたのが、同じように困っているという謎の女性、笠井浅美だった。彼女も、また一般の信頼が嫌で、一人用個室を探していたのだった。 そこで彼女は荒井に自分と一緒に二人用の個室を借りてくれないかと持ちかける。つまり、二人で同じ個室に泊まろうというのである。彼女はかなりの美人であり、荒井自身も女には目がなかったため、何のためらいもなく、荒井は彼女の言いなりになる。しかし、それはすべてが仕組まれた罠であった。翌朝、荒井が起き出すと、女は、 自分の寝台でうつ伏せになり、背中にナイフが刺さった状態で死んでいた。驚いたのは言うまでもない。このままでは自分が疑われる。新井は次の停車駅で下車し、逃亡を図った。だが、彼の驚きはそれだけではとどまらなかった。翌日の新聞には、死んでいた女は、葛西浅見ではなく、新井もよく知っている。浜の緑であると報道されていた。 緑とは以前付き合っていたことがあり、別れる、際のごたごたで医者料5000万円を請求されていた。同期は十分にあり、彼にとってはますます不利な状況だった。ここに至って、ようやく新井は自分が落とし入れられたのだと悟る。しかし、事件はこれだけでは終わらなかった。続いて、荒井の共同経営者である岡田隆夫が、豊島園で殺され、 その時にも謎の女性がそばにいたことが分かった。しかも、岡田にかけられていた3億円の保険金受取人は、荒い名義になっていた。これで、彼の容疑は、ますます高まっていく。それにしても、なぜ自分がこんな目に遭うのか。笠井あ美とは、何者なのか。一切が不明のまま物語は展開していく。テレビドラマ化され、 1989年4月7日に、フジテレビの男と女のミステリー枠で放送された。ユーズルは、当時24軽客車と583軽電車で運転されていたが、このうち24軽客車を使用する二往復は、発表前年の1987年3月より、青函トンネル経由北海道連絡寝台特急のデモンストレーションとして、 当列車用に改造した、オロネ25系500番台を連結していた。ありがとうございます。